アメリカ合衆国のコアベース統計地域を示した地図。小都市統計地域は青色で示されている。アメリカ合衆国小都市統計地域は、アメリカ合衆国行政管理予算局によって定義されたアメリカ合衆国の都市的地域の類型の一つであり、中核都市地域となる都市や町の人口が1万人を超え、5万人を超えない地域を指す。 小都市統計地域は2003年に設定された。より広く知られている大都市統計地域と同じように、小都市統計地域は統計的な実態の把握を目的として、軍や、それに準時力一気を単位に編成される地理的実態である。行政管理予算局は、合衆国全土に577の小都市、統計地域を設定している。ここで、小都市を意味する。 ミクロポリタンという用語は、作家ジー・スコット・トマスが、1989年に、アメリカンデマグラフィックス誌に寄稿した記事で生み出し、翌1990年のトマスの著作、ザ・レイティング、ガイドツ・ライフ・イン・アメリカズ・スモール・シティズで広められた、ものである。1990年代になると、この表現は、大都市から遠く、時として100マイル以上も離れたところで、人口が成長している。 中心地を指して一般的に使用されるようになった。賃金水準や地価が低いことから一部の小都市地域では住宅地開発に伴う土地の細分化や大都市圏と大差のない郊外文化が展開していることもある。小都市統計地域に属する都市は大都市のような経済的なり政治的重要性は持っていないが周辺の広い範囲から通勤者や買い物客を集め 人口においても生産活動においても重要な中心地となっている。小都市統計地域の定義は地域全体ではなく中核都市地域の人口によっているため、小都市統計地域の中には地域全体の人口が一部の大都市、統計地域よりも多い例もある。小都市統計地域で最も人口が多いのはコネチカット州トリントン周辺で2000年の時点で、 地域人口は18万人を超えていたが、中核都市であるトリントンの人口は35,202人であった。小都市統計地域の多くは、高い人口の伸び率を見せているが、全米の小都市統計地域全てを合計しても、その人口は全米の人口の10%程度に、過ぎない。ありがとうございます。